松田さん、おはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、今度宮崎県の 川南町で花屋を開くんですよね。ちょっと苔玉とかそういった商品がたまりましたんで、それを展示販売しようかなと思いまして、まあ、それの紹介と、今回ですね、まあ、3月のメインの商品としてキンギアナムも今揃えているんですよね。こういったキンギアナムがありますんで、それの苔玉作りをちょっと紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、3月にもうなりましてですね、今日が2日なんですけど、当初はですね、3月初旬からオープンしようと思ったんですけど、なかなか準備が大変で、やっとまあ3分の1ぐらいできたかなというところで、今から準備してですね、あと1週間ぐらいしたら正式にオープンしようかなと思っております。はい、準備が結構かかりましたので、はい、オープンの時はですね、またお知らせできると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずは今日はですね、キンギアナムの苔玉をちょっと作ってみたいと思いますね。はい、これは珍しい種類で、特別変異で、できたみたいですね。葉っぱに斑が入ってるんですよね。はい、でもこれちょっと特許が入ってるんで増殖販売ちょっとできないんですけど、まあラベル入りで買って、それを製品っていうか付加価値をつけるというのはいいんじゃないかと思っております。はい、フイリッシュ、これ珍しいです。はい、特にまあ花がですね、約キンギアナムは1ヶ月ぐらい咲いてるんですよね。で、洋蘭の中では結構花がつきやすいタイプです。はい、それだけ安くて、その代わりですね、夏は結構強いんですけど、冬の寒さはちょっと嫌がりますんで、まだちょっと寒いんですから、まあ、霜には当てないようにした方がいいですね。これからもですね。じゃあ、はい、作っていきます。これはですね、木のチップで植わっています。木のチップバークですね。バークで植わって根がこんなに綺麗に張っていますんで、はい、これをもうこの根鉢のまんま苔に進んでいきます。苔はいつものように今回もですね、灰苔を使います。灰苔を使います。はい、でこれを寝せてから、大体のちょうどいいぐらいの長さで切っておりますんで、ぴったしこう鉢が包み込めるようにセットしております。でこれで糸を巻いていきます。はい、糸ですね、これはミシン糸です。ミシン糸の小さいやつですね。はい、で黒いやつで巻いていきます。でまず一番最初にこの先端をですね、親指で挟んで持ちます。でこれで一周してクロスしてあげますね。そうすると糸が止まりますんで、それから巻き込んでいきます。でまあ1回か2回回したら糸が止まりますんで、あとはですね形を作りながら巻き込んでいきますね。じゃあですね、斜めにたすき掛けですね、たすき掛けのようにして鉢をくるくる回しながら巻き込んでいきます。はい、ちょっと今日は草刈り機の音もちょっと入りそうですね。だいたい1センチから2センチぐらいずらしながらですね、たすき掛けでしていきます。形を作りながらですね、
これでだいたい一周したんですけど、あともう一周ぐらいしますね。もうこれでだいぶ形が出来上がってきました。そこの方もちゃんと押さえてですね、これ丸っこくしていきます。今回はですね、さらに置いてもいいし釣ってもいいように、結構下も綺麗にこうしております。はい、これでだいたい2周しましたんで、で黒糸をですね、ちょうどお尻の部分に重なるように切っていきます。これぐらいですね、これぐらいで切って、このちょうど中心部分に押し込んでいきます。ピンセットでこの端っこを掴んで中に押し込んでいきます。まあ、これでだいたい出てきません。はい、であとはですね、こういう形で出来上がりましたんで、こういう形ですね、だいたい綺麗に包み込めました。裏の模倣もきれいに包み込めましたんで、であとはですね、この上の方にはみ出ている部分を切っていきます。こんな感じで切っていきますね。間違えて茎を切らないようにですね、慎重にこう切っていきますね。頭の方がすっきりしましたね。はい、であとはですね、この横の方もはみ出てる、ちょっと伸びてる部分を切っていきます。はい、はみ出てる部分を切っていきますね。その方が結構コキがきれいに揃って生えてきますんで、昨日からですね、急に鼻水が出るようになって、多分杉が花粉がいっぱい飛んでるのかなと思ったりします。ちょうど雨の後ですね、晴れたんで杉花粉がいっぱい飛んでる、そういう時期ですね。はい、これで綺麗に揃いました。上も綺麗に揃えてですね、で横の方もだいたい綺麗になってきました。そこも綺麗ですね、まん丸まんま綺麗で、でこれに釣ってもいいようにですね、はい、置いてもいいようにちょっと作ってみます。で下の方ですね、ちょっと L 字より少しこう斜めぐらいにしていきます。これですね、でこれで上に上げるとちょうど噛んでくれて動きませんので、これはですね、一応じゃあこちらを正面にしていきましょうか。この店はちょっと高めに設定したんで、普通皆さんが見たい時はですね、目線の高さぐらいに合わせてやるといいかなと思いますね。
はい、でこの場合はですね、あのシャチコチって分かりますね、あのかけ絶対かけなくちゃいけないということもありませんので、下に置いてもいいです。はい、その時こう棒が気になるようであれば外してやればいいですからね。かけてもいいし、まあ置いてもいいというような形の作り方ですね。はい、こういう形です。これが一つですね。あとですね、金ギアナムには種類があって、これが白系ですね。白系にちょっとリップが少しピンクが入っているやつですね。だいたいノーマルなのがこんなピンク系です。はい、これがだいたいこう出回っているような花の色になっていきますね。でこの色も珍しいですね。これも特別変異で急に出てきたやつを増やしたということでしたので、はい、これも特許が入ってるんであんまり増殖販売はできないんですね。はい、ちょっと柄が入った花になっています。で今回はですね、まあこれとは別に、まあと、合計5、6種類は入っていますんで、金ギアナムがですね、結構育てやすい品種になりますので、皆さんも使う場にあれば金ギアナム挑戦してみてください。育てやすい植物ですね。はい、うちの店もあと1週間ぐらいでできますので、まあ、その時にはこの金ギアナムも一応今花がいっぱい咲いてるので、それをメインに販売していこうかなと思っています。はい、あとですね、この色の別の作品がですね、もう作ったやつがあるんで、後で映像でこうお知らせできると思います。はい、じゃあ、あと1個ぐらい作ってみましょうかね。苔をちょっと掃除してあげますね。はい、ポットから抜きます。きれいに根が張っていますね。チップ植えです。木の皮に植わっている状態で、結構この金ギアナムも響きと一緒で、バークに結構根が張りやすいですね。綺麗に張っています。はい、でこれで巻き込んでいきますね。だいたいちょうどいいぐらいにこう苔を揃えていたんで、はい、こう合わせてやるともうだいたいこう分からなくなる、継ぎ目が分からなくなるぐらいですね。でこれに糸の端っこを持ってですね、親指で押さえてあげます。押さえてあげてこれを一周します。一周してこの最初のやつにかま上の方に乗せていきますね。かましてあげます。そして2周ぐらいするともうこれで止まりますんで、あとはですね、形をもう一回作り直して巻き込んでいきます。で巻き込んでいきますね。まあ、形を作りながらですね、まあ、根鉢がきれいにできてるんで、まあ、それに沿って押さえ込むというような形ですね。
大体1センチぐらいずつずらしてこうたすき掛けですね。今黒糸で巻いてますけど、もう1ヶ月もすればこれが分からなくなりますからね、黒糸の存在が。これで2周しましたんで糸を切ります。これぐらい残して切りますね。この端っこを掴んで中に押し込んであげます。これ押し込んでやることによってもう出てきません。あとはですね、上の方がばらけていますんでこれを切り揃えていきます。きれいに切り添えていきますね。はい、こんな感じで、はい、足元をきれいにしてあげます。でこれで周りにですね、はみ出てるところもあるんでそれを切っていきますね。こうはみ出てるところを切っていきます。あんまり深く切り込むと黒糸を切るんであんまり深くは切りません。ここあの15線沿いやから結構車の音がうるさいんですね。多分結構しますね。映像の中に入ってると思いますけど、すみません雑音が。まあでもこの店の前を一時何千台も車通るんで、まあ宣伝効果はあるのかなとは思ってるんですけど、結構皆さんこちらを覗かれて行かれますんで、何が始まるんだろうかということで、はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。裏の方も綺麗になってですね、丸っこく なりましたんで、外にゴミが出ている場合はちょっと取ってやればいいですね。はい、こんな感じです。じゃあこれも釣れるようにしましょうか。はい、こちらが正面にしますね。でこの鍵状のやつをこっちからこうかける場合が多いんで外に来るようにします。この鍵状のやつを外に来るようにですね。こんな感じでいきます。でこれもですね、こう通した後に L 字状に曲げます。 L 字状から少し V っぽいですね、 V っぽい、はい、こんな感じですね。こっちに向いてこんな感じですね。でこれで上に上げていくと大体落ちてきますんで、でこれで大体垂直が取れましたんで、これも本当に白なんですけど、リップがピンクが少しかかってるんですね。本当に可愛いやつです。でこれがどんどん立ち上がって咲いていきます。で下の葉からこう枯れていくんで、枯れた部分だけ取ってやると上にどんどんこう咲いていきますからね。で1ヶ月ぐらいはもう咲いていますから、でまたつぼみもありますし、それとあとこのキンゲラマは育てやすい植物で、夏場にあのちゃんと肥料と水をやれば大体きれいに育ってくれます。で葉っぱがちゃんとあの、年越しをしてくれればですね、大体こう花が咲いてくれますんで、
まあ、白いやつ で、で1ヶ月もすればですね、さっきも言いましたけど、あの黒い糸がもうほとんど目立たなくなりますんで、はい、本当にキンギアナも育てやすい植物です。で、あの今年咲いたやつにもですね、来年咲く可能性もあるんですよね。キンギアナも同じ、バルブから2回咲く場合もありますんで、だから古いバルブはできれば切らないようにした方がいいですね。でどうしてもシワになって枯れた場合はもう切ってもいいですけれども、はい、そうやって安い、もうこれもですね、デンドロビウムの仲間ですから結構育てやすいです。寒さだけ気をつけてあげれば全然育ちますんで。それとあとこれも乾いたら水やるやつですね。特にあの花が咲いてる状態、つぼみから咲いてる状態の場合は、あの鉢ごとカラカラにしないことが大事ですね。それと水やりまでちょっとここで説明しますね。あのピラリとかで一回やったと思うんですけど、あのバケツジャブンですね、まあ、その方です。はい、このまんま水につけます。つけてちょっと周りをなぜてやるような感じですね。なぜてやるような感じにします。でこれでジャーッと出ますんで、これをですね、もうお部屋の中にかける場合にはこれを水を切っていただいて、あの吊るせばいいですからね。それとさっき言ったあのこちらが正面にしますんで、かけるときはこういう形でかけてあげればいいかなと。だいたい目線の高さぐらいに合わせてやるといいかなと思いますんで、はい、で先ほど言いましたけど置いてやってもいいですからね。これをですね、中に浸していきますね。ちょっと黒い糸が少し見えてる部分もあるんですけれども、これを浸してやるとだいぶちょっと違ってきますよ。はい、中にジャブンとつけて上まで行きますね。で少し横をなぜてやるような感じでくるくるちょっと回してあげます。でこれでしっかりこう水吸いましたんで、はい、でこれで水を、はい、ちょっと切ってあげて、こんな感じですね。はい、そこの方もきれいになってますんで、先ほど V 字にしたやつもちょっとここに噛んで、これがぐるぐる回らないようになっています。はい、こんな感じですね。でちょっとカメラが近くに寄ったんで、で花が、まあ、これまだ今あの七分咲きぐらいなんですけど、下の方から枯れ込んでいきます。下の方からちょっと茶色くなった花をですね、茶色くなったら花がらを摘んであげれば、ちょっと上まで咲き上がっていきますからね。はい、下の方から枯れるんで、枯れた部分だけ取ってあげれば上はきれいになっています。はい、こんな感じですね。はい、これを吊るか置いてあげるかで飾ることができます。はい、キンギアナムの特徴はですね、花も育てやすいということも一つなんですけど、香りがするということなんですよね。香りがする植物として、花として結構今売り出しております。で、匂いがですね、朝晩が結構するんですけど、まあ、特に部屋の中に入れておくと結構香りが感じます。はい、香りが しないあの時間帯もあるんで、まあ、ぜひこう買っていただいて部屋の中で置いてもらうとですね、結構香りを感じられることができるんで、大体の種類で香りが出てきていると思いますので、はい、香りを楽しんでください。はい、花もきれい、育てやすい、匂いもする、香りもするということで、これから流行っていくんじゃないでしょうか。はい、でいろんな色もありますから、いろんな色 を集めて楽しむのもいいかなと思います。であと先ほど作った苔玉作りにしてもいいですし、板漬けにしても育ちますので、はい、ぜひ挑戦してみてください。香りがいいあのキンギアナも、はい、本当国道沿いうるさいですねこれ大丈夫ですか、はい、こういうところで撮影してもらっています。はい、それではですね、あのキンギアナムの育て方をちょっと説明しますね。今回はですね、あのこの黒ポットで育てて、この白い飾り鉢に投げ込んで、こう
販売してありました、はい、それを購入して今こう作っております。で、今回この場合はですね、根が結構回っているんで、できればもう花子に植え替えした方がいいかなと思います。大きくするにはですね。それか増やしたい場合には花子、4月ぐらいに株を半分に割って、株分けすることもできます。もう4月になって暖かくなって花が終わってからがいいですね、もう増やしたければ株分けもできるし、もっと株を大きくしたい場合には一回り大きな鉢に植えてやってもいいです。その代わり、その代わりですね、植え込み材料が違うとまずいんで、バーク植えがいいです、はい。これからですね、くるから村さんの方で直売の方でバークの材料もですね販売していくようになりますんで、まあ、それは問い合わせしてください。このバーク植えから水苔植えは厳しいんで、バークで植えてある場合にはバークで植えた方がきれいに育ちます。特に、このバーク植えはですね、すごく金ギアナも響きもですけど、すごくきれいに根が張るんですよ、まあ、こういう特徴があるんで、これを水苔に植えた場合には根の張りがちょっと悪い場合もあります。ですから、まあ、今、まあ、育ててみてはですね、バーク植えが今このキンギアナムで一番いいのかなと思っています、はい。このそうですね、まあ、単純に一回り起きないような鉢に植えてやって、バークでこう中にこう植え込んでやればそれで OK です。それと4月から肥料をやって やればいいですね。植え込み材料と肥料もですねセットで販売していくようになると思いますので、まあ、そこへも問い合わせしてください。お近くの園芸店でバークが売っていればですね、中粒ですね、中粒、はい、中粒のやつを買われてやってください。あんまり大きすぎてもいかんし、まあ、中ぐらいがちょうどよかったですね。でその代わりこのバークで植えた場合水がすぐ抜けます。水やってもシャーッと下から抜けますんで、やるときはたっぷりやること、下からジャーッと出るぐらいやることが大事です。まあ手がかけられればこれもう苔玉じゃなくてもですね、このまんま鉢物でもバケツにジャブンとつけてやった方がきれいに染みていきますんで、はい、この鉢植えでもバケツジャブンでの方がいいかなと思います。よく染みさせる。で乾いたかどうかはですね持ってもらうと大体わかるんですよね、はい。で植え込み材料はですねバークすごく乾きやすいんで、乾いたと思ったらたっぷりやってください。水がすぐ抜けるんで通気性もいいから根腐れはなかなかしないんです、はい。水は結構乾いたらあげるパターンです。育てやすい金ギアナもぜひ挑戦してみてください。で色もいろいろありますんで、それとですね、これはですね夏は観葉植物、観葉植物として考えてもらってもですね綺麗だと思うんですよ。特にこのフーリッシュはですね葉っぱも綺麗だし、花が咲く観葉植物というような感じで見てもらうといいかなと思います、はい。うちではですね今年これを流木漬けとか板漬けとか、そういうふうに作っていきますんで、また夏は葉っぱも見れるし根っこも見れるような形にしていきたいなと思っていますんで、まあ、そこへもこれからですね新しい商品を作っていこうと思っていますんで、ぜひくるから村さんのチャンネルを見て、ください、はい。新商品が続々出てくると思いますんで、はい。